スノーマン、NHK メディア総局長、ジャニーズタレントの紅白出演はゼロかの問いに、現時点ではそういうこと。NHK 山名義雄メディア総局長が27日、東京、渋谷の同局で定例会見を行い、ジャニーズ事務所所属タレントの今年の紅白歌合戦への起用についてコメントした。直前に行われた定例会見で稲葉信夫会長は、 ジャニーズタレントの起用について、被害者への保障や再発防止の取り組みが実施されていることが確認されるまで、新規の出演依頼は行わないと方針を示した。これを受け、現状のままでは出場者がゼロになるのかとの質問に、山名メディア総局長は、新規の出演依頼をしないことが解除されないと、現時点ではそういうことになります、と話した。昨年は患者に A と、 キンキキッズ、キングプリンス、ストーンズ、スノーマン、何は男子の6組が出場。ジャニーズタレントの多さが指摘されることもあるが、選考基準については、今年の活躍、セロンの指示、演出や企画にふさわしい方。当てはまった方にご出演いただいている、と改めて説明した。